第五百十一号日本及び日本人は年1九百七年一月一日から九百四十五年二月まで聖教者から出版された主に言論の雑誌。九百二十三年秋まで三宅節礼が主催した。この雑誌は聖教者の日本人誌と陸活難の日本新聞とを継いでいる。これらはもともと兄弟のような間柄だったが、1九百六年、 日本新聞社の公認社長、伊藤金介の運営を不服として、社員12人が請協者に移り、三宅節礼が日本人誌と日本新聞との伝統を継承すると称して、翌年元日から日本人誌の名を日本及び日本人と変え、彼の取材で発行したのである。総刊号の号数も日本人誌から通刊の第450号だった。 説令は1923年秋まで主筆を続けたが関東大震災後の声優者の再建をめぐる対立から去った。それまでが正規だった。説令は西王を知り明治政府の盲目的な西岡を批判する解明的な国粹主義者で雑誌もその方向に染まっていた。大言と主論説は説令、監視の辞表の表輪は 日本新聞以来の国部青がけ、時事評論の、雲間寸館は、主に、小島和夫、俳句欄は、内藤明節、和歌欄は、三井講師が担当し、一般募集の俳句欄、日本俳句は、川藤壁五島が戦者で、彼は、俳論、追筆も載せた。他に、島田三郎、杉浦重武、福本日南、池部義方、港熊楠、三田村縁魚、 徳田修正、長谷川如世館、鈴木虎を、丸山漢字、鈴木健太郎らの在野人が執筆した。月二回館、B5 よりわずか幅広の班だった。たびたび発禁処分を受けた。大正期に入ってからは、三井講子の論説が増え、中野聖豪、伊沖木良造、上原恵次郎、安岡正厚、土田京村、伏せ達次、寒川祖骨らが書いて、 右翼的色彩も混ざった。1920年4月5日発行の春季、増刊号、100年後の日本は当時の未来予測記事としてしばしば言及される。同号は J&J コーポレーションから2002年と2010年に復刻されている。1923年の関東大震災に発行所の請求者は離催した。 節例と女性の中野整合とは、社を解散し、新拠点から雑誌を継続発行すべきとし、他の同人が反対し、壁ごとを女世間が調停したが、節例は去った。以降の、日本及び日本人は、同盟の無関係の雑誌とする論もある。1924年年初、政教者が発行し直した、日本及び日本人は、体裁はほぼ以前通りだったが、 内容は神秘的国水論が多くなった。1930年、伊おキ良蔵が政教者社長となって、日本1937年の伊おキの没、大東亜戦争が押し詰まった1945年2月号まで発行が確認されている。戦後は、日本新聞社、日本及び日本人社、J&、 J コーポレーションと版元を変えて2004年1月まで発行されていた。1988年に洋春特別号は創刊100周年記念と題されている。ありがとうございます。